界はこの夏で大成長したうちわサボテンをリクガメたちに与えています。過去の動画でも成長した新芽を収穫してリクガメたちに処理してもらいましたが、これから3ヶ月でなぜか横に伸びて、まるで踏切の遮断棒。ベランダでお散歩中にサボテンの奥でリクガメたちが歪んだ形の愛情表現を追っ始め出したので、お人よしの第三者が介入しようと近寄ると、踏切サボテンの餌食、まともにベランダを歩くことすらままならないので、天然の開かずの踏切を収穫します。今回は新芽を3枚収穫。トゲが心配なので、箱入りガメたちのためにピーラーで皮を剥いていきます。ネバネバ食材は栄養満点の証。早速与えていきます。サボテンはカルシウムたっぷりで、リクガメにとって最高の餌なのはもちろんですが、この咀嚼音、そして三角のくちばし型が見ていてなんとも心地いいですね。最近の若ガメはサボテンの中でも特に生えたての柔らか新芽に雨がない様子。でも硬い部分は避けて新芽ばっかりより好みするゆとりな思想はけしからんですね。食べた後にはネバネバまみれでバッチリお顔。そんなことは気にならないほどサボテンに夢中なようです。その集中力は見習いたいものですね。